三遊亭遊ぶ七は、落語家の名跡。三遊亭遊ぶ七は、落語芸術協会所属の女流落語家。本名、伊関久子。2015年12月、三遊亭遊ぶの助に入門。2016年4月、上席より、楽屋入りする。5月に、新宿末広亭にて、初講座。演目は、ジュゲム。2020年5月、に詰め昇進。 神田桜子と同時昇進。日目昇進と同時に、女流落語家ユニット、落語ガールズにところ属した。他のメンバーは、千流つくし、林家ボタン、古今亭苫子,子、三遊亭愛は、立川小春、三遊亭美陸、林家千、柳家花米、三遊亭遊ぶ狩り、林家あん子、春風亭人花、立川団子。年月、 三遊亭遊ぶ七、桂小隅で三人組パフォーマンスユニット、コムセアウコムソウを結成。虚無像の格好をして、余興を始めたのをきっかけに、仙台花座にて活動を始動。歌やアンサンブル演奏等の余興ありきで、活動している。ユニット名はフランス語で、バケツみたい。日本橋川、隅田川、神田川、目黒川、深川地区河川の戦場ガイド。 都内歴史散策ガイドができる。三遊亭吉馬、春風亭昇介とともにユニット激ウロコを結成。ありがとうございます。